はい、ジャズギタリストの小暮です。今回は視聴者さんから、リクエストをいただいておりました Someday My Prince Will Come、 いつか王子様がをお送りしたいと思います。Google Analytics というのをご存知でしょうか。男女の比であるとか、何歳ぐらいの人が、この動画を見ているのかとか、そういったものを、確認できるんですが、なんと 0.8% の女子がこの動画を見ているようで、だいたい20代ほとんどいなくて、30代ちょこっと、40代になると結構上がってきて、50代60代になるとめちゃめちゃ多いというのがこのチャンネルの特徴でございまして、残りの 99.2% の男子が、今日おじさまがいつか王子様を、勉強しましょうという、わけのわかんないこと言ってますが、ということでとりあえず行ってみたいと思います。これはデイブ・ブルーベックさんが確か1957年かなに、なんかその取り上げたのがきっかけでジャズミュージシャンがやるようになったそうですね。でもやっぱり何といってもマイルス・デイビスさんが1961年にね、その自分の奥さんの写真をこうアップにしたアルバムのね、サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カムってアルバムを、それがすごく有名ですね。なんかペダルのこのやつですね、これはすごい有名だと思うんですけども、あのね、まあすごいですねマイルスさんね。まあというわけでとりあえず行ってみようかな。もうとっとと行ってみます。これね、B フラットで、オリジナルはやられてるんですけども、ギターだとね、ひょっとしたらね、E がいいんじゃないかなと思ってるんですよ、キーがね。E がいいんじゃないかなと思って。まあ、それでちょっと一応両方のアレンジをちょっとしてみようかなと思ってます。ちょっと聞いてください。では、まずね、そう、あのペダルのね、位置はね、まあ、こういう、こうやってやっていこうかなと思ってるんですけどね。こんな感じ。まあこんな感じでしょうかね。まあ、一番初めにですね、一番初めはこういうことですね。普通の B フラットメジャー7。まあ一緒にあのアイリアルのコードチェンジも載せておきますね。普通の B フラットメジャー7ですね。次はこれは、D の、シャープナインスのフラットサーティンスというか、一応指を押しようかな。中指でね、5弦の5フレット、人差し指で4弦の、4フレット、薬指で3弦の5フレット、小指でね、この2つ押さえるんですけども、6弦のね2フレット1フレット、あ、逆だ、なんだっけ、1弦2弦は、6フレットを小指で押さえるという感じ。で、それで小指を2弦の7フレット
といって、そのまま、まあ、小指を中で中心にこう考えていくといいですよ。で、ここで、ここは次来るんですけど、まあ、こうやって弾いてもいいし、こうやって弾いてもいいかな。こうやって僕はさっき弾いたと思うんですけど、これは、E フラットメジャー7のシャープ11っていうコードですね。で3度の、まあ3、こうやって3度この入れてもいいんですけどね。中指で5弦の 6フレット、これでまあ、4弦は弾かなくてもよくて、3弦の7フレットを薬指、2弦の8フレットを小指、ね、で1弦の5フレットを人差し指で、もしくはこの人差し指をここまでバーにして4弦の5フレット、これでもいいですね。その次はこれは G のまあオーギュメントっていうかフラットサーティンスというか、これ僕すごい好きなコードでよく弾くんですけど、4弦の3フレット人差し指、3弦の4フレット薬指、2弦の4フレット小指、1弦の3フレット中指、まあ余裕があったら親指でルートを弾いてもいいかな。でもこの5弦は鳴らないようにしないといけないからね。次はこれは Cm11 ですね。人差し指で、バーコードにして、5弦から3フレットを押さえて、中指で、2弦の4フレットを押さえる。その次はちょっと飛ぶんですけど、その次、まあ、G7 なんですけど、普通にドミナント行って戻ってくるんですけど、これはメロディがここなんで、こういうことを弾いてますね。これはね、まあそうだね、まあこういうのでもいいんだけど、こうやって弾いてますね。G7 のフラットナインスフラットサーティンスっていうコードですかね。でルートは弾かなくて、人差し指が3度からで、4弦の9フレット、3弦の10フレット中指で、人差し指を寝かせて2弦の9フレット人差し指、なんかチャイムが鳴ってるけど、その次薬指で、1弦の11フレット、で小指でコメロディ2弦の12フレット、そうですね、これは Cm9th 4弦からですね、4弦の8フレット、これをバーで押さえて、まあ小指なり薬指なりで、1弦の10フレットで、これは E7 のフラットナインス、これ人差し指、薬指、中指、小指、7、8、7、8、メロディーがこうですね。これは、Dm7、まあ、もちろんこうやって弾いてもいいですね。Dm11th、 これどうなってるんだっけな、ちょっと見ていいですか。どうやって弾いたっけ、この譜面だと Dm11th なんていうのかな。これは、D フラットの、ディミニッシュ7っていう、これはねどういうことか、9フレット6弦9フレット中指で、5弦ペケで、4弦人差し指で、8フレットで、薬指で、その下の弦を、3弦の9フレットか
それで小指で、2弦の10フレット。次これは、Cマイナー11っていう、コードなんですけど、これは8フレットの、中指、6弦の8フレット中指、5弦ペケ、薬指で4弦の8フレットで、3弦の8フレット小指で、人差し指で2弦の6フレットですね。次多分こうだと思うんですけどね。これは本当は F7 なんですけど、こういうのをねセットで覚えるといいですね。このさっきの今マイナー、Cマイナー11に、中指と薬指を半音下げただけですね。あと人差し指のと、小指を残して、まあ本当は F7 なんだけど F7 の裏コードみたいな感じで、B7 のシャープ11ですね。であとまた一緒ですね。次はメロディが、本当はね、なんでさっき E キーが E の方がいいかって言ったら、これメロディの幅がね、ここのとこ1オクターブ下げないとね、ギターだと弾きにくいんですよ、弾けないんですよね。だからこのところ本当はテレレレテレってこう高い音なんだけど、ちょっとギターだと弾けないので、こっちの方がサウンドがいいんですよね。だからサビのこの一番グッとくる部分が、メロディが下がっちゃうから、キーを変えてそこの一番いいこのグッとくる場所を一番いいところに持ってった方がいいかなと思って E がいいかなと。まあ後ほど説明しますけど、 E でもやるけど、これはね、これは Fm7 ですね。本当はこれルートがここだから Fm7 ちょっと分かりにくいんですけど、このセブンス3マイナーサード5度ルートっていうけど、これ純粋な Fm7 なんですけどね、ルートがまあ小指であるっていう、5弦の6フレット、中指、4弦の6フレット薬指、3弦の5フレット人差し指、2弦の、6フレット小指で、2弦の5フレット2弦の6フレットで、これはまあちょっとやっぱ僕の好きなコツかな。これで B フラット7ですね。これは B フラット7フラットサーティンス、ナインスフラットサーティンスみたいな、ナインスフラット5かな、分かんないけど、これは4弦の、6フレット人差し指、3弦の、7フレット、中指その下の弦も、7フレット中指で、僕はまあ小指で次を1弦の8フレット押さえてるんですけど、まあこうやって押さえてもいいと思うし、あとこうやって押さえてもいいと思うんですね。まあ押さえ方はで、メロで次ここで E フラット、6みたいな、本当 E フラット6ってこうやって押さえるんですけど、このルートじゃなくてメロディーがね、この6のこの音になるんで、こうやっていってますね。5弦の6フレット中指、4弦の5フレット3弦の5フレット人差し指、ここでメロディーで、これここにやると2弦とか2弦とかなりやすいんですよね。これねポイントがあって、僕はね中指でミュートするんですよね、この、弦の2弦をミュートするんですよ。2弦をミュートね、それで2弦ミュート しておけば、こうやって弾き切っても これはいつでもどこでも動くんだけど、弾き切っても2弦が鳴らないよ。次はこれはまあ E ディミニッシュですね。これはね、まあなんだろう、これ本当はディミニッシュで、これはディミニッシュ7なんですよね。さっきここでまあ、これは6弦がルートの時はディミニッシュ7ってこういうことになるんですけどね。でもこれってこの6弦の D フラットディミニッシュって
あの6弦のこのルートを1弦に持ってくると、まあ、6弦と1弦って同じ音だから、これを1弦に持ってくるとこういうディミニッシュなんですね。でディミニッシュは単三ずつ下げても一緒だから、ここも一応このディミニッシュってこの E ディミニッシュ、あ、その、E ディミニッシュと一緒なんですよね、うん、でこれはこういうことですね。まあいいか、ちょっと脱線しちゃったけど話、4弦から2325、ヒと中ヒとこうですね。でこれはまあこういうふうに押さえてもいいし、小指でチュンチュンってやってもいいし、これ 指をヒとクス中コっていうふうにこういうふうに変えても、両方の人がいますね。僕はなんか時と場合によって両方使い分けるけど、うん、そしたら Dm11、 これはもうやりましたね。これは G7、 これはまあこれもよくあるんですけど、5弦の5フレット中指、4弦の5フレット、薬指、3弦の4フレット人差し指、2弦の6フレット小指、よくこういう F とかのありますね、こういうの G がありますね。このバーの部分をこう取って、この3つにセブンスを足すっていう感じかな。だからそうすると指のフォームが変わって、こうやってでこれ小指こうやって足す、うん、次は Cm7 のこの2、これ11です。これジョーパスなんかもでもよく出てくるやつです。でこれは、なんだろうな、F7 なんですけど、ルートじゃなくてセブンスサンドっていう、でここは、まあ、シャープ5でルートで、5弦の6フレット人差し指、4弦の7フレット中指、3弦の、6フレット、これは人差し指、2弦の6フレット人差し指で、まあ、最後は別にこう、ここでこうやってその F7 のフラットナイス弾いてもいいし、で最後は B フラットメジャー7、これは、6弦の6フレット人差し指、5弦の、8フレット小指、4弦の7フレット中指、3弦の7フレット薬指、あとはまたこの、6フレットを 1弦に、これ人差し指のバーで6弦全部鳴らすパターンですね。でこれでまあ終わりですね、うん、こんな感じで、じゃあ次は続いては E、 こっちの方が絶対サウンドいいんですよ。まあイントラとりあえずまあこれでもいいけど、こうやってさっきのこれをこうやって B の位置でやればいいだけですね。でこんな感じ、感じですかね。まあ、途中ちょっとあの初めにね、あの譜面書いてから今弾いてるんですよ。普段、まあ、逆のパターンもあるんですけど、なのでちょっとまああのね違うこと弾いちゃうかもしれないけど、大体まあこんな感じ、
これはね普通にいいですよね、みんな誰も知ってる。でメロディーがね2弦の開放なんで、やっぱりこれもね薬指とか、中指で1弦をこう触れておいて上から振り下ろせば、こうやっていつでもスライドさせてくれる、こうやってやっとけば音が他の余計な音出ないですね。これはこんなこうやって押さえてますね。4弦の F フラット、まあこれ G シャープか、 G シャープなのかな、シャープキーだから G シャープ7の、シャープ5フラット9です、フラット13です。これは、人差し指が6弦の4フレットで、5弦はペケで、4弦の、4フレットが中指、3弦の5フレットが薬指、2弦の5フレットが小指で、メロコですね。続きはやっぱりこれは A のですね、メジャーセブンのシャープ11って曲ですね。これはね A の普通のメジャーセブンのこの中指のこの5度の音が半分半音下がったと思えば、まずこのフォームを覚えてから、これ半音下げる、どうやったら指使いをそういう風になるのかなっていうと、やっぱり上から中、クス、コ、ヒトですね、これ見れば分かると思うんで、これはね本当は、まあ、C シャープ7なんですけど、やっぱり半音上の、代理コードですね、裏コードを使って、これさっきあのに、なんだ、まあ、これにすごい近いんだけど、なんだろう、さっきなんか こんなのやりましたね、これですね、これは G、 まあG7 シャープ11です。まあ同じの出てきたんで。次は、F シャープマイナー7。で、これ分かりますね。まあこうやって押さえてもいいけど、やっぱこっちの方が楽だと思いますよ。これより。で、またこれは、C シャープ7。これはね、多分 B フラットの時と一緒ですね。多分なんかね、譜面だとこういう風に書いてあるかもしれない。こういうことをやってもいいんですよ。別にそのこれでもいいけど、これはどういうことかっていうと、F シャープマイナー7、マイナー9です。ここで一度ね C7 に行ってる感覚なんですね。こういうこと。こんな感じかな。それでこれは B の、まあ、ナインスサスポみたいな、5弦からね、6弦は弾かないですよ、5弦から。次はこれは別にね、こういう風に弾いてもいいな、意外とこういうサウンドも好きですけど、あの純粋に。でも多分譜面は確かこうだったような気がするな。まあいいか。まあ G シャープマイナー7、これはね、要はG シャープマイナーって、まあこれ、4フレットこうバーで押さえて、薬指で、5弦の6フレット。で、これを、そうすると、まあ、G シャープマイナー7。で、小指で、7フレットですね。1弦の7フレット。で、さっきの、ディミニッシュですね。なんかさっき、B フラットやった時はこうやって弾いたけど。これは小指が、11フレットで、まあ、このディミニッシュをイメージして、小指下から今度いきます。下からいくと、9898って感じ、8989、上からいけば4弦から89、これはねG マイナー11、こうなりますね。こういうマイナー7、これの小指が11になったやつね。これはじゃあ言っとくと、
4弦の4フレット人差し指、3弦の6フレット薬指、中指で潰して、1弦2弦5フレットなんですが、小指は7フレットですね、1弦の。だから別に中指は潰す必要もないけど、でもこういう動き多いですよね。僕はね、まあこうやって潰してこうやって弾く人もいるけど、僕は115分やるかな。うん、そうそうそう。で次はね、これ B7 ですね。でこれセブンス、これナインスサンドルートっていうことですね。薬指で、4弦の7フレット、中指で、3弦の6フレット、人差し指で 2弦の4フレット、小指で、1弦の7フレット、そうですね。でこれさっきと同じようにやれる。Gシャープマイナーでやったこの小指を抜いたやつをここで弾いたんですよ。で1弦ね、これはね、E のさっきのナインス、フラットサーティンスってやつですね、うん、これもさっきあの B フラットの時にやったので、でもルートこれ一応開放で弾けるからちょっと分厚いサウンドがなる。続き A の、メジャーセブンの、まあ、6みたいな、メジャーセブンサーティンスみたいな、これはやっぱりこのメジャーセブンを普通のメジャーセブンを押さえておいて、この中指のこの 5度の音が6っていうかね、あのこの音に行くように、それで小指で押さえると。これさっきのやつですね、ビッチミル、うん、そしたらこれは G シャープマイナー7だけど、マイナーで結構こういうの僕好きで、綺麗なサウンドが好きするんで、これ4弦から6フレット薬指、人差し指で、4フレットこれ下まで弾いておいて、小指で1弦の7フレットで、小指を中心にディミニッシュを作る。そうすると要はこういう、まあ、C シャープ7、うん、フラットナイスになるわけですよ。で最後です。でまあこうやってやれば、また戻るんですけど、一応こうやってここで B7 のフラットナイスで、ここで普通に、E のドミソっていうか、みたいな、こんな感じですかね。ではあとはだから普通にあのこれコード押さえてるだけで大体弾けるんですよね。まあ絶対こっちの方がサウンドはいいと思うんですよ。弾けるでしょ、なんかThank you.
今間違えたな。こうだ。あれ。ちょっともう一回ね。こんな感じ。もう一回向かなんていうか、みたいな、うん、まあこんな感じでですね、練習してみてください。なんかまた、分からないことがあればですね、コメント欄の方によろしくお願いいたします。というわけで、今回は Someday My Prince Will Come をお送りいたしました。それでは。